black and blue, and in love with you, broken and bruised。こんにちは、スタイルハウス編集部です。今回はスタイルハウスエディターの彩香さんに来ていただきました。お願いします。バッグお持ちいただいたので、はい、バッグとバッグの中身のご紹介をお願いしたいと思います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですけど、そちらはどちらのバッグですか？はい、これマルコビアンチーニのバッグなんですけれども、はい、なんか最近よくあのスタイルハウスの記事とかでも、はい、オールレザーでも1万円台から買えるっていう風によく出てるかなと思うんですが、うん、これ実際に8年ぐらいも使っていて、はい、でもそんなにこう傷とかこうよれたりもせずに使えてるの で、ね、しっかり使えるんだよっていうのをおすすめしたくて持ってきました。しかもなんかこう白系じゃないですか、はい、なのに全然汚れとかも気にならないです ね。結構雨の日とか旅行とかにもう本当にガシガシ使ってるんですけど、なんかプチプラだからこそ気兼ねなく使えるのですごく重宝してます。いいですね。ショルダーも本当はついてるんですけれども、はいはいはい、結構旅行とかで使うことが多くて、母がこの上のところが結構パカパカ開くのがすごく気になるみたいで、はいはい、それ用の巾着を作ってくれて、なんでこれとセットでいつも使ってます。いいですね。早速中身を見せていただけますか？はい、お願いします。メインで使ってるのがこのポーチなんですけれども、はい、アニアハインドマーチのポーチです、はい、でちょっとポケットだったりカードスロットとかがついてる作りになってるんですが、はい、少し変わってるのがこの中開けるとこのクリアポーチの中にもう一つ黒のポーチがついてる形になってるので、はい、あんまり出さないものとかはこの内側に入れて、私結構すぐ忘れ物とかしがちなので割とよく出し入れするエアポッツだったりは外側に入れて、外出する時とか持ってるよねってすぐに分かるように。あ、いいですね。使っています。中身なんですが、まず最初にエアポッツ、これがライフルペーパーの文房具屋さんとかによく置いてあると思うんですけれども、手書きのデザインが素敵で、はい、前まで1500円くらいで買えたのですごく気に入って使ってます、はい、あとこれはイヤリングケースなんですけど、アクセサリーを何もつけないまま来ちゃったみたいなことがすごく多いんで予備用のと、あとまあ旅行の時とか服装に合いそうなものをいくつか入れて持ってます、はい、布の巾着とかに入れたりしてたんですけど、そうするちょっと壊れちゃったりとかがすごく多かったので缶に落ち着きました。これが普段使い用のリップクリーム、はい、ザープロダクトのものでヘアワックスとかですごい有名なブランドだと思うんですけど、はい、すごく保湿力が高くて、これちょっとだけ色付きのものなんですけど、ね、香りもオレンジの香りですごくいいので気に入って使ってます。ハンカチ、あんまり普段使う用のハンカチじゃないんですけど、はい、予備として入れていて、ビエッテキンロックのもらい物なんですけど、はい、見てるだけで楽しいようなデザインのものがたくさんあるので、私ももらってから気になっていろいろ新しいものをチェックしちゃってます。いいですね。香水を普段持ち歩かないんですけど、はい、ハンカチに香水をかけとくとこうポーチとかに入れた時に香りが広がっていいっていう風に聞いたんで、はい、ちょっといい香りにしてます。いい、それはすごく素敵なアイデアですね。これがマスターオーガニックのロールオンのアロマなんですけど、ストラス系の香りがすごく好きなのでリフレッシュしたい時とかに使うようにしてます。これが無印のバッグとかをかける用のハンガーなんですけど、はい、結構カフェで作業することとか多くて、はい、荷物多いのにかけられないっていうことがよくあるので、いつもこれ持ってどっかしらにかけるようにしてます。あとはもう中身は普段使うような目薬だったり、はい、あとまあマスクの予備とか必要な予備を入れるようにしてます。そのポーチサイズがあるけど、はい、整理しながら入れやすそうですね。中と外で分けられるのがあんまりこういうデザインがなかったなと思って、はい、すごく使い勝手がいいので、はい、なんか手放せなくなっちゃいました。そうですよね。これが化粧直し用のポーチです。デンマークのライスっていうブランドなんですけど、すごく鮮やかな色の食器だったり、はい、カトラリーとかが有名なブランドのものになってます。柄がすごい可愛いですね。リサイクルプラスチックでできてるので、お化粧直しとかで洗面台とかに置いて濡れても気兼ねなく使えるので、すごく重宝してます。これがリップケースなんですけど、リップ2本とスティックチークを、結構ミニバッグをプライベートで使うことが多いので、その時とかにもこれだけ持って出られるっていうのがすごく便利で、必要なものはここに最小限、鏡もついてるので入れるようにしています。リップクリームがまずロム&のバームシアーで、口紅つけてるっていう感じがしないような、色づきもあんまりはっきり色づくものではないので、ちょっと近所とかに行く時とかに使ってます。これがヒンスなリップです。これがすごくマットなタイプで、マットなリップって結構縦じわが気になったり、そうですね、
乾燥したりするのが気になるんですけれども、はい、これは全然そんなことなくて、潤った感じがするの で、なんでお化粧直しの時とかにちょうどいいなと思って使ってま す、ね、乾燥にちょっとお悩みの方でマットリップ欲しい方とかは良さそうですね。あとこれが RMK のスティックチークです。これも割と薄付きなので、うん、お化粧直しで重ねて塗ってもあんまり濃くなりすぎないので手を汚さずに使えるっていうのがいいなと思ってこれを使ってます。いいですね。これがデイジークのアイシャドウなんですが、はい、アンダーアイメーカー、本当は涙袋のお化粧をするやつなんですけど、いろんなところに使えるお化粧直し用として使ってしまってます。もともとデイジークの9色入ってるパレットがすごく好きで使ってたんですが、やっぱり持ち歩くのにだいぶ大きいので、お化粧直しにちょうどいいサイズのアイシャドウとしても使えるものないかなと探してた時に便利あったのでこれを今使ってます。その辺とかもノーズシャドウとかとしても使っていて、いろんな風に使えるのですごく重宝する感じですね。そうですね、いろんな使い方があるのでおすすめでした。これはポーラのコンシーラーです。びっくりするぐらいくすみが飛ぶので、ちょっとお化粧直しするときは、はい、目元のくすみとかがこれちょっと払うだけですごく補正されるので気に入って使ってます。でこれがパンピューリーブランド、タイのスパブランド、目のハンドクリームがすごく気に入っていて、で、まあ、香りがすごくいいのと、ハンドとネイルに使えるものなので、結構私爪とかがもうガサガサになっちゃったりすること多いのですごく保湿されるので使ってます。あとこれのおすすめポイントが、プッシュ式なんですよね。いいですね。もう今までに何回もバッグの中で大事故が起きてしまってたので、はいはい、これにしてから全然そんなこともちろんなくなんで助かってます。いいですね。あとこれがレスポートサックのバッグインバッグみたいにして使ってるポーチなんですけど、これにお財布とあとスマホが入ってるんですけど、お昼買いに行く時とかにかけて出られるようになってるので、はい、すごく便利で、この薄さと軽さがさすがレスポだなと思って気に入って使ってます。はい、意外とありそうでないですよね。そうなんですよね。厚みが結構あるものだったり、バッグの中に入れてても苦じゃないっていうのが意外と見つからなかったので、よく私には合ってたなと思ってます。この中に入れてるものがお財布なんですけど、アンテプリマのものになります。それのいいところがちょっと変わった作りになってるんですけど、なんか小銭を入れるところはまず結構マチがあってついていて、あとカードスロットがついてて、でここの間が本当に切り込みが2つついてるだけなんですね。じゃあファスナーとかもなくそこにただ本当に差し込むだけなので、短い方にカードを入れて、でお札が本当にここに挟むだけ。すごい。これで落ちないのかなと思って、店員さんにも何度も何度も本当に大丈夫なんですかっていうのを聞いてたんですけど、全然落ちなくて、でもなんか一回この使い勝手に慣れちゃったら、こうチャックとかスナップボタンとかがすごく面倒だなと思っちゃって、この形の意外といいかもと思って。いいですね。お札は2つ折りで入ってるんですか？お札は2つ折りでこのまま入ってます。でカードも今9枚ぐらい入っていて、でも全然厚みがなくて、こういうのとかにもすごくスムーズに、収まります。これが水筒です。かわいい。よく SNS とかでも話題になってるランドロンドンの水筒になります。これはもうとにかくデザインがかわいくてすごく気に入って買ったんですけど、保温力がすごくて、朝に入れたものとかが夜になってもあったかいままキープできてるので、かわいさと実用性と兼ねていて気に入ってます。これはトナベンチュラのティッシュケースです。色は可愛いですね。可愛いですよね。なんか友達にプレゼントするときに買ったんですけど、カラーのラインナップが可愛すぎて自分の分もと思って買っちゃいました。レザーでティッシュケースってどうなんだろうとちょっと思ったんですが、実際使ってみると背筋が伸びるというか、ちゃんとしようって思えるので買ってよかったなと思ってます。これがボール&チェーンのエコバッグ。いろんな種類があって本当に全部刺繍が可愛いんですけど、可愛い。私は馬の柄が好きなので、これが気に入って愛用しています。なんか大人っぽく使えるものと可愛らしいものといろいろ選べるので、なんか新しいものが出るたびに欲しくなっちゃって。そうですよね。あと生地もすごくしっかりしてるので、重たいものとか入れてもへたれずに使えるのでやっぱ。これは段使い用のタオルです。これは晴雨兼用の傘です。日が去って肝心な日に持ってくるの忘れたっていうことがすごく多かったんですけど、これは晴雨兼用なのとコンパクトなので、今年はもうこれと一緒に日焼け対策頑張ろうと思ってます。これでこっちのパックは以上です。これが仕事用のパソコンなんかを入れるブリーフケースになってます。これがロンシャンの多分ブリーフケースっていう名前で売られてるものだと思うんですけど、この持ち手の部分が短いので、立って持った時にも下につくことなく持てて使いやすい形かなと思ってます。中に入れ
てるのがパソコンケース、パソコンと、はい、これが手帳とかを入れてるポーチになります、はい、これがスケジュールと家計簿と献立ととか本当に全部集約されてるノートで2冊こうやってつなげてるんですけど、はい、このファンクションノートっていう15種類ぐらいフォーマットがあって好きにこうやって組み合わせて使えるんですよね。私はその日ごとのノートとあと毎週のチャートみたいにやってるフォーマットを合わせて使ってます。自分の気に入ったフォーマットがないとかで探してる人にはおすすめの形かなと思います。またこれ仕事中とかでも使えるように、はい、ナリンのロールオンのオイル、はい、またこのポーチにはパソコンのコード類なんかをまとめています。それで以上です。はい、ありがとうございます。すごくカラフルなものが好きっていうのはしてたんですけど柄物とかすごく綺麗なものがたくさんあってすごい可愛いなと思いながら見ていましたありがとうございます。今回ご紹介したアイテムで姉妹サイトバイマで取り扱っているものは概要欄にリンクが貼ってあるのでぜひチェックしてみてください。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタンもぜひよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。